はい。見えましたかね。はい、ちょっとね、オスの元気がね、邪魔じゃないんですが、ベタ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 するんでね、周りも嫌がるんで、枝ごと渡してしまいましたけども。はい、首も長いというのはね、見た目でわかるんですが、実は舌も非常に長くてですね、先ほど言いましたが2、30センチぐらい出てきます。まあね、残念ながら生きてる間見れないんですが、根元から測ると5、60センチ非常に長い舌持ってます。でただね、長いだけじゃなくて非常に器用に使えるというのもね、見てわかると思うんですが、舌先ね、よく見ててくださいね。僕ね、口に近づけてないんですが、引き寄せます。舌先丸めて、絡めてですね、枝を引き寄せて、葉っぱを取って食べます。で、先ほどからね、マリモに枝ごと渡してますが、あまり落とさないで、上手に食べます。で、これがね、本来の、まあ、枝の食べ方というか、一度ね、引き寄せて葉っぱ食べると、戻っちゃいますよね。はい。ですから枝をぐっと引き寄せますと、唇で押さえて、まあ歯で噛んで押さえるということもあるんですが、噛んでね、枝が戻らないようにして、隙間から舌を出して、奥の葉っぱをどん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 引き寄せて食べる、そういったね、食べ方をします。もちろん4本足で立ってますので、手を使うということできませんので、その分ね、舌を器用に使って食べます。で、噛み方なんですが、私たちね、顎上下に動かしますが、キリンは顎を、下顎をですね、左右に動かして奥歯ですりつぶして食べます。で、噛んだ後なんですがね、ある程度口の中に、葉っぱがたまりますと、食べ物ですから飲み込みます。で、今日ね、もう一点見ていってもらいたいところが、飲み込むところ、喉を見ててください。まあ、喉といってもね、長いのでどこを見ていいのか分かんないと思いますが、全体ね、見てますと、あ、今マリも飲んだんですが、はい、ごっくんとすると食べ物が落ちていくというのが分かりますので、そこもね、ぜひね、ちょっとじっくり観察してもらいたいんですが、さらにね、ちょっと寒いですが、時間のある方はこのままキリンだけ見ててください。はい、するとですね、落ちていくだけじゃなくて時々上がってきます。はい、キリンですね、大きく分類しますと牛の仲間になります。で、牛で、まあ、有名な話というと、ご存知の方いるかもしれませんが、反芻という行動をとります。一度食べたものをまた口に吐き戻す。で、さらにまたね、細かくすりつぶすんですが、その時ですね、まあ牛も鹿もね、大体やるんですが、キリン首が長いので戻っていくというのが非常に分かりやすいので、寒さに我慢できる方はこのもぐもぐタイム終わった後もちょっとじっくりキリン見ててください。